Think Tech Hawaii. Civil engagement lives here. Welcome and konnichiwa to Think Tech Hawaii Japanese series. Konnichiwa Hawaii, an all Japanese broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue, and joining me today in the studio is Kumiko Burns, partner of Locations. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けする、こんにちはハワイ、ホストの Kunisue ゆかりです。今日の放送はハワイの不動産会社ロケーションズのパートナーでベテランリアルターのバーンズ久美子さんにおいでいただき、ハワイの不動産の動向、不動産投資などについてお話を伺いたいと思います。久美子さん、今日はお忙しいところありがとうございました。久美子さんはハワイでの不動産29年、はい、30年近くということで、大ベテランということなんですが、どうでしょう、その30年前に始められたちょっときっかけと、だからもしできればその長い30年間の間に何かこう変化とか、まあ同じところもあると思うんですが、その辺からお話しいただいていいですか。ハワイに来て35年になるんですが、子供がすぐできましたので、はい、しばらくうちにいる予定だったんですね、はい、ところがやっぱりうずうず始まりまして、仕事がしたくてうずうず、はい、それで自宅であの翻訳の仕事を始めたんですね、はい、そして不動産会社からたくさん来まして、はい、1年過ぎたぐらいの頃に、はい、あの不動産用語に慣れたからライセンスも取ればって言われたんですね。あ、それがきっかけでライセンス取りました。あ、じゃあ翻訳から入っていったという感じですね。そうです、はい、でもその時はブローカーっていうのを何て訳していいかわからなくて、そのくらいだったんですね。何て訳するんですか、それは。ブローカーブローカーですね。ブローカーですか、はい。で、あのそこから何も知らないで始まったんですが、はい、あのちょうど日本の不動産のバブルの時だったんですね。で、まだライセンス取り立てで、はい、経験も知識もトレーニングも何もないのに、はい、ただ日本の人の投資家の言葉ができるというだけで、うん、結構仕事が入りまして、はい、あれよあれよという間に結構な収入が入ったんですね、はい、いいですね。いや、でもその時はね、この仕事って何かおかしいと思いましたよね、はい、知識も何にもない、うん、経験もない、うん、お客様に聞かれてもアドバイスもできない、はい、で日本の投資家の方もその時はもうとにかく初めての方がたくさんいらして、うん、なるほど、あのいや新しい物件だから物件の点検なんかしなくていいとか、はい、もうあのお金はいつまで送ればいいのとか、そういう感じだったんですね、はい、じゃあ、まあ、見ないでも買ってしまうみたいな、そんな感じでした。ううだからだから余計なんか簡単に収入が入ったのが不思議で、はい、この仕事ってなんかおかしいんじゃないかなと思ってました、はい、そしたら、はい、3年ぐらい経って、はい、日本のバブルが終わりまして、はい、どうですか。で1年経っても2年経っても全然仕事が来ないんですね。でやっぱりあの何も訳が分かってないから、うん、お客様私の方から今度は行かなくて出て行かなくちゃいけないので、なるほど、はい、どういうふうに話していいかも分からないんですね、うんうん、それであのうちの主人に、うん、もうやめようかと思う、フルタイムの仕事しようと思うって言いました。うちの主人がもうすでにね、はい、時間もお金も、はい、投資、自分のために投資したんだから、はい、続けた方がいいと言われました。途中で諦めないで。そうです、はい、あのやっぱりね、いろんなフィーもありますし、はい、払わなくちゃいけないし、はい、教育も受けなくちゃいけないし、いろんなセミナーにも行かなくちゃいけないですから、だから自分にこれまで時間とお金を投資してきたんだからやめちゃいけないって言われまして、それで続けてきたんですけども、でその30年の動きっていうのはどうですかね。やっぱりすごく変化が、まあ、そのバブルがあって、はい、でゴーンと落ちて、はい、それからどうなんでしょう今は。ハワイの不動産っていうのはデータを見ると、はい、長い期間のデータを見ると一応10年サイクルって言われてるんですね。10年サイクル、はいはい、でその初めの頃っていうのは、ね、1970年80年頃は、はい、あのカリフォルニアの影響をかなり受けてたんですね。カリフォルニアが良くなってくるとハワイが6ヶ月ぐらい遅れて良くなる、あでカリフォルニアダメになるとハワイ6ヶ月遅れてダメになる、はい、そういう動きだったんですけど、はいはい、1990年代に日本のお金がたくさん入りましたので、はいはい、日本のバブルであのハワイの不動産はポシャッとなっちゃったんですけど、日本のその経済にそれからは影響されましてね、はい、
回復するのに15年かかったんですね。はあ、じゃあ10年サイクルが15年、15年だから2005年ぐらいから、1990年にバブルで、はいはい、それから15年かかって2005年ぐらいにやっと回復して、そうしました2008年にリーマンショックがあって、なるほど、はい、またドンとしたんですね。でもあのうちの会社はあのもうしばもうすぐ50年になるんです、会社。そういう、そんなに長いんですね。はい、でローカルの人たちにはよく知られてる会社ですので、会社もいろんなプログラムを作って、はい、あのお客様に役に立てるように、はい、あのその一般の不動産のマーケットがダメでも、例えば初めて家を買う人たちのセミナーをやるとか、ありがたいですね。ガバメントが、はい、あの家を買ったら、翌年8000ドルあのクレジットくれるみたいなプログラムあったんですけど、はい、うちの会社でプログラムを作って、はい、8000ドルを先に上げて買う時のために、はい、8000ドル使ってもらって、で翌年ガバメントから8000ドル戻ってきたらその時会社に返してみたいな、それで結構ビジネスがあったんですね。なるほど、はい、だからあのやっぱり長くやってる会社なので、はい、いろんな底力みたいのはありますよ ね、 なるほどね、いろんなプログラムが提供できる。やはり久美子さんのお客様というのは日本から、まあ、購買をされる、まあ、ワイキキとかのコンドとか、うん、お家とかあの どういった方が多いんですか。日本からというよりも日本人のお客様、はい、日本からいらっしゃる方もいらっしゃるし、はい、ここに住んでる日本の方、ここにいらっしゃる日本の方ですね。日本、要するに日本語でサービスする方が6割ぐらいですね、と、うんうん、いうことはメインランドからの日本人もいるってことですね。はい、あとはローカルの人たち、英語の、あの本土からの英語の人、それから韓国、中国なんかからもありますよね。はい、なるほど。あの割合というのはやっぱり日本、ここに住んでらっしゃる日本語を話す方が多いですか。そうですね、半々ぐらいですかね。半々ぐらいですか。はい、であの多分これからまだ日本のにいらっしゃる方で、ハワイで例えばあの引退後のね時間を過ごせたらいいな、そのためには、はい、まあ、コンドミニアムがあったらいいなとか、はい、まあ、定期的に来ているのであのなんかこう買って、あのここにいたいなっていう方はまだたくさんいらっしゃると思うんですけれど、はい、そういう方に何かこうアドバイスみたいのはありますか。そうですね、あのハワイの不動産ってさっきも言ったように10年サイクルですので、はい、定年退職してから運よくビザが取れてこちらに移ってきて、しばらくハワイのもう 夢に見たハワイに住みたいっていう方がいらっしゃるんですけど、あのだから長くとも10年住む覚悟でいらっしゃれば買っても多分元は取れるのじゃないかって感じです。ただ移ってきて 2,3 年でね帰らなくちゃいけないっていうようなことだったらば借りた方がいいかなと思うんですけどね。なるほどね、はい、じゃあ10年ぐらいの長期的な感覚を持っていらっしゃる分には、もちろんだからタイミングがありますけどね、マーケットが低いあの安い時に買えたら、それから数年後にはまたピークの時が来るかもしれないですからね。そうですね、だからあのタイミングがありますけども、少なくとも長い、要するに長くても10年、ちょっとしたらピークがもう早く来るかもしれないので、10年持つ覚悟でいたらこちらに住まれて、この気候とかそういうのを援助していただいて ね、はい、いいと思います。あのちょっとタイミングであれなんですけど、今あのオアフ島ではないですが、キラウエア、ね、あのビッグアイランドではあのマダムペレがいろいろ悪さというか、はい、まあ、あの溶岩をいろいろ散らしているんですが、それはそのハワイの不動産っていうの今の動向に何か関係というか影響はありますか。オアフ島の方はまだ影響を受けてないですけども、あの残念ながら初めの頃にその火山が爆発した初めの頃に、はい、ハワイで火山が爆発したっていうふうにしか出なかったんですね、はい、それでいろんな方からあのうちのエージェントなんかもいろんあの本土の家族から、はい、大丈夫かって言って、そうですよね、はい、それでそれからしばらくして、はい、やっぱり CNN とかいろんなあのニュース番組もあのハワイ島のハワイ州のハワイ島のこの辺りっていうふうに説明してくれるようになったので、はい、あの少し落ち着いたみたいですけどね、でもやっぱりほらあの火山灰の心配とか、あのガスですか、はい、火山から出るガスの心配とか ね、はい、ありますよね。そういう心配があるので、はいはい、しばらくはあのちょっと様子を見ようという人も出てくるかなと思うんですね。なるほど、はい、じゃあまだ今あんまり影響は感じていらっしゃらないですか。ハワイのオアフ島の不動産は、
あまり影響ないです、ね、なるほどなるほど、はい、あとよく聞くのは普通の他の場所ですと例えばコンドミニアムとかアパートとかっていうのは、はい、中古になってくるとどんどん価値が下がっていく、はいはい、でもホノルルはまたはハワイは、うん、そういうところがちょっと違うっていうのを聞いたんで、はいはい、そうなんですかやっぱりやっぱりパラダイスですから、はい、パラダイスの感じが得られる例えば、うん、窓を開けるとわっと海が見えるとか、うん、ダイヤモンドヘッドが見えるとか、はい、そういうそのお金では買えない、うん、その立地条件とかがちゃんとあれば、はいはい、多少建物が古くなっても、うん、中はきれい、いくらでもきれいにできますからね。そうですね、改装も可能ですしね、はい、だから、うん、そういう条件が揃ってれば、はいはい、それこそさっきの10年じゃないですけど、うん、10年後にはまたバリューはキープできると思います、ねうん、じゃあその辺はあんまり心配しないで、ね、これから10年サイクルで買うことを考えていらっしゃる方は、はい、そのまま買うのもいいんではないかということですね、はいはい、あとですねその、まあ、買うときにやっぱり一番、まあ、日本語を話す方は英語ができる方もいらっしゃると思うんですけれど、はい、とっても複雑ですよね、はい、その不動産、はい、日本とやり方が違うし、はい、でいいエージェントさんについてもらえて、はい、その日本の不動産とまた他の場所とハワイのその不動産の売買ともう画期的に違うっていうんですかね、うん、もう本当に違うところっていうのはどこなんでしょうか。そうですね、たくさん日本人の日本語の話、日本語を話す不動産エージェントたくさんいるんですけども、はい、やっぱり私前は経験と知識が絶対大事と思ってたんですけど、はい、最近は、はい、トレーニングも大事、経験と知識とトレーニング、はいはい、不動産の取引っていうのは、はい、毎回売り手と買い手が違う、はい、売り手のエージェントと買い手のエージェントも違う、はい、エスクロー会社も違う、エスクロー会社、はいはい、ローンを取る場合ローンの会社も違う、はい、物件を点検してくるインスペクターも違う、はい、毎回全部違うんですね。なるほど。ですから毎回が初めてみたいな感じなんです。こんな経験初めてっていう、なるほど、そういうのがたくさんあるのでやっぱり場数を踏む、はい、数をこなす、はい、そうすると多少何があってもドキマキしない、はい、だから、はい、やっぱり経験を踏むというのはすごく大事だと思うんです、ね、でそのトレーニングっていうのはその最近の動向の変化などをこうキープアップしてるっていう感じですかね。そうですね、まず最初のトレーニング、うん、ライセンス取り立てですぐ始めちゃう人がいるんですけども、うん、やっぱりきちんとしたトレーニングがないと、うん、その場その場でドギマギしちゃうんですね、はい、だから特にうちの会社なんかもきちんとトレーニングしますので最初から、うんうん、でトレーニング終わった後も、うん、コーチとかセールスマネージャーがもうサイドバイサイドについて契約書に目を通してあげて、うんはいはい、提案なんかしたりして、 どうしたら最近はほら一つの物件に複数のオファーが入るとかそうありますよね、はいはい、じゃあ自分のオファーを取ってもらうためにどういうふうにしたらいいか、価格だけじゃないんですね、やっぱりどういう内容のオファーにするかとかそういうのを全部セールスマネージャーとかコーチがやってくれます、手伝ってくれますので、はいはい、そういうのも大事だと思うんですね。だから経験と知識が大事って今まで言ってきたんですけど、はい、トレーニングもすごく大事です、ね、なるほど。っていうと、まあ、そのロケーションさんのように、まあ、他の会社もそうだと思うんですが、はい、チームがあって、はい、その人だけがやってるんではなくて、はい、こう周りでサポートのがある、そうです、はい、そういうところを探すっていうのも大事ですね。そうですね。ちょっと今さっきインスペクターとローンカンパニーは分かんないです、エスクローっていうのがなんか分からない方がはいはい、はい、日本にはないシステムなんですけども、はいはい、何なんでしょうか。エスクロー会社っていうのはですね、はい、売る人と買う人の間に入って、はい、中立の立場で事務手続きをする会社。なるほど。売る人と買う人の間に入って中立のことをする。そうです、はい、それでいろんな書類の手配をしたりですね、うん、それから確認する、売る人は やることを全部やったか、うん、買う人はやることを全部終わったか、うん、それからお金は、うん、買う人のが払うお金は直接売り手には渡らないんですね、うん、必ずエスクローに行きます。なるほど。ちょっとこのエスクローすごく大事だと思うので、はい、お話を、休憩をした後にちょっともう少し、はい、詰めてお話しさせていただこうかなと思います、はい、少しここで休憩をいただきます、We are taking just a short break and we'll be right backHey, aloha, Stan Energy Man here on ThinkTech Hawaii, where community matters. This is the place to come to think about all things energy. We talk about energy for the grid, energy for vehicles, energy in transportation, energy in maritime, energy in aviation.
We have all kinds of things on our show, but we always focus on hydrogen here in Hawaii because it's my favorite thing. That's what I like to do. But we talk about things that make a difference here in Hawaii, things that should be a big changer for Hawaii. And we hope that you'll join us every Friday at noon on Stand the Energy Man and take a look with us at new technologies and new thoughts on how we can get clean and green in Hawaii. Aloha. Aloha, I'm Keili'i Akina, and I'm here every other week on Mondays at 2 o'clock p.m. on ThinkTech Hawaii's Hawaii Together. In Hawaii Together, we talk with some of the most fascinating people in the islands about working together for a better economy, government, and society. So I invite you into our conversation every other Monday at 2 p.m. on ThinkTech Hawaii Broadcast Network. Join us for Hawaii Together. I'm Keili'i Akina. Aloha. We are back and we are live. I'm your host, Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii. And we have a guest, Kumiko Barnes, Locations Realtor. ライブでお届けしております日本語 Think Tech Hawaii こんにちはハワイ今日はロケーションズのバーンズ久美子さんに、ハワイの不動産の動向などについてお話を伺っています。引き続きよろしくお願いします。休憩の前にエスクローというちょっと難しいコンセプト、はい、バイヤーとセラー、その売り手買い手の真ん中にいて中立の立場にいる、はい、それはアメリカのシステムだということをお話しいただいたんです。具体的にはどういうふうにその2つの間で動くんですか。例えば手付金とか手付金、デポジットですね、はいはい、はエスクローに送りますね、はい、それから物件の点検が終わって先に進みましょうっていうとまたアディショナル のデポジットが必要なんですね、はい、でそれもエスクローに入ります。ああ入りますというのはお金が実際にそこに行くということですね。エスクローに送らなくちゃいけない。送るんですね、はいはいはい、それからエスクローはそれぞれがやらなくちゃいけないことたくさんあるんですね、うんはい、売り手がやらなくちゃいけないこと、はい、買い手がやらなくちゃいけないそれを全部確認します、はい、ただしエスクローは売り手買い手からのインストラクションがなければ何もできないんですね、はい、ですからエスクローは例えば売り手に、うん、例えばローンがついてると思います、うん、ついてしますね建物にね、はいはい、それを取引が完了する前に、うん、買い手からのお金で払い終えて、うん、で抵当を外して、はい、残ったお金だけを売り手に渡してくれるんです、はい、ですから買う人は抵当が外れて、うん、きれいになった名義をもらうことになります、ね、あなるほどね。それはエスクローが全部調べて、うん例えばチャイルドサポートが払ってなかったとかそういうのは全部調べて払います、うん、で日本はそれは誰がやるんですか。日本は多分司法書士さんとかそういう方たちが専門の方がいるんですけどね、うん、なるほどなるほど、うん、っていうことは、そのこれからそのまあ、購買しようかなと思っている方は、うん、そういうちょっとシステムをちゃんと説明をしてくださるような、不動産のリアルタの方が必要ということですね。あとですねまあ、よく聞くのはそのリバースモーゲージってなんかよくわかんないんですが、はい、逆モーゲージリバースっていうのは、はい、逆っていう意味ですよね。なんですか住宅ローン、はい、それは例えばここでもうある程度払い終わっていらっしゃる方日本人の方で、うん、そういう方が使えるなんかローンなんですか。リバースモーゲージっていうのは、はい、高齢者用のローンなんですね。高齢者用のローン、はい、62歳以上のホームオーナーですね。あ、はい、じゃあ年齢があるんですね。はい、はい、条件がありまして、はい、年齢が62歳以上それから自宅を持ってて自分の不動産を持っていてそこに住んでいる、はいはい、それが条件ですね。それで多少それにローンがついてても、はい、リファイナンスみたいにしてリバースモーゲージに繰り込むことができるんですが、もともとはホームイクイティローンといって、はいはいはい、ローンを除いて全部除いて要するに売ったらそれだけ全部入ってくる、うん、その部分がイクイティなんですけれども、はいはい、やっぱり高齢者になるに従ってローンを払い終えてる人が多いですね。そうですよね、はい、持っててもいいんですけども小さくなってるんですね、うんうん、ほとんど残ってないみたいな。そうですそうです、はい、それを、うん、リバースモーゲージっていうのは、うん、普通のローンっていうのは鑑定評価しましたね、はい、物件の鑑定評価をして、はい、例えば 20% 頭金で 80% ローンとすると、うん、その鑑定評価の 80% のローンが出るんですね、うんはい、でローンの会社は取引が完了するときに、うん、その
あの 80% エスコにドンと入れてくれて、うん、その後は買った人はそれを毎月ローンの支払いで払っていくんですね、はいはいはい、リバースモーゲージのその逆でして、うん、あの例えば50万ドルのリバースモーゲージが出るとしますよね、はい、その50万ドルをどういうふうにもらいたいかって聞かれるんですね。どういうふうにもらいたいか、はい、でそれ誰がもらうんですか。その家を持って自分で持ってて、はい 自分で家を持ってる人で住んでて、はい、そう住んでて、はい、リバースモーゲージで50万をもらうんですね。で50万もらっそれ1回で50万ドルもらうこともできますし、はい、ローンの会社から、はい、その50万ドルを毎月5000ドルずつ払ってくださいって言うと、はい、ローンの会社が毎月5000ドルずつ送ってくれるんですね、はいはいはい、だから自分たちが払うんじゃなくて、うん、ローンがこうローンの会社が毎月送ってくれる。あ、それで逆方向が逆だからリバースになってる、はい、であのだからそのお金は何に使ってもいいんです。もう旅行に行ってもいいし、うん、あの孫たちに何かプレゼントしてあげてもいいし、うん、あるいは毎月ね、はい、あのケアテイカー、うん、要するに介護の方とか自分のお家に介護の方に来てもらうのにお金がかかる、はい、そのお金に使ってもいいんですね。ただし条件はそのお家から出てちゃいけないんです。そこに住んでなくちゃいけないんですね。でそのリバースモーゲージがある間は、うん、要するにバリューが落ちないようにメンテナンスがちゃんとしてなくちゃいけない。なるほどね、はい、でも全部まとめてもらったら、うん、そのお金で海外旅行行ってもし、うん、何してもいいんですね、うん、あるいは毎月定期的にもらうこともできます。なるほど。最後に、はい、あのもちろん返済しなくちゃいけないんですけれども、はい、返済する方法としては、うん、亡くなったら、うん、そのローンリバースモーゲージを取った本人が亡くなられたら、うん、そのうちを売ってローンを返すんですね、うん、あそこで売っていいんですね。そうです、ね、そうです、はいはい、で住んでなくちゃいけないことが理由あの条件ですから、うんうん、何かの理由でそこ住めなくなっちゃった場合は、はい、出てって、はい、あのその物件を売ってローンを返すってこともできます、うん、なるほどね、はい、じゃあやっぱり62歳以上で自宅に住んでらっしゃるっていう方にはとてもある意味で魅力的なシステムですよね。あの一度お手伝いしたことあるんですけども、はい、あのハワイ海のタウンハウスで借地権だったんですね、はい、でご夫婦で住んでて、はい、であの土地を買わなくちゃいけない、うん、借地権だったので、うんはい、土地代を払うのに土地代が結構高かったの、はい、24万ドルかなんかだったんですね、土地が、はい、で奥さんが62よりまだちょっと若かったんです、はい、それで、はい、あの名義から奥様の名前を除いて、はいはい、ご主人の名前だけにして、はい、それでリバースモーゲージを取って、はい、それであの土地代を払って、はい、土地付きにしたんですね。あ、そういうこともできるんですね。はい、で奥さんが62になった時にも、うん、また戻す名義で仲良くしとかないとダメですね。そうですね。もう名前入ってないからってなるほど。でもそういうこともできます、ね、なるほど。じゃあもうハワイに長く住んでいらしてご自宅をお持ちの方で、まあ年齢とかがそういうところに達している方は、はいはい、まあ、そういうオプションもあるということを、ね、あの覚えておいていただくといいですね。私も親ですか分かるんですが、子供に残してあげたいっていう人がいて、リバースモーゲージすると子供にあげるものがなくなるとかって心配なさる方もいるんですね、うんうん、でも逆に子供はもう親の世話にならなくても自分たちでちゃんとやれてるっていう子供たちもいますし、お子さんのいない方たちもいらっしゃいますよね、うん、そうですね、あのそういう方たちはやっぱりリバースモーゲージはお金をもらって好きなことを、うん、楽しんで、うん、日本にも何度も帰れるかもしれないし、そうですね、ご旅行もできるかもしれないし、はいはいはい、なるほどね、でやっぱりヘルプが必要になった時は、はい、あのそのリバースモーゲージのお金があれば来てもらって、うん、お掃除してもらってご飯作ってもらって、心配しないでね、はい、お金についてね、はい、なるほどできるかなと思うんです、はい、あとあの、まあ、あのちょっと時間がなくなってしまったんですけれど、最近やはりあのハワイに長年住んでいらっしゃる方でも日本に帰られるっていう方を、はいはい、あのこのいつかあの久美子さんお話ししていただいたんですけど、そういう方っていうのはやっぱり増えてるっていう感じがしますか。そうですね、この前の20年ぐらいはそういうことが全然なかったんですけど、なかったんですね、最近、はいはい、最近何回か続けてあの売って、はい、あの日本に帰られるという方が あのいらっしゃいましたね。そういう方がその売るときにっていうのはそんなに問題なく売れるもんなんでしょうか。物件は売れますけどね、はい、ただあの
片付けるのが大変ですよね。そうですね、やっぱり長年貯めたね、40年50年住んで、はい、そんないところに住んで、はい、例えばご主人が亡くなられてからずっとそこに住まわれて、なんかまだご主人の荷物がまだいっぱい入ってたりするんですよ、はいはい、でもほら最後まで、ね、日本へ帰られるまでそこに住んでなくちゃいけないですから、それはもうあの買い手と契約するときに取引完了後も何しかいられるように したり、はい、あのやっぱりね高齢者になるとやっぱり、はい、時間通りにことを進めるというのは大変なんですね。ですよね、はいはい、ですから背中をさすりさすり手を握りながら皆さんこれを見ていらっしゃる方でですね、やはり普段からお掃除断捨離をしてですね、まあ、売る占いは別として次の世代に残さないと、そういうことがやっぱ不動産というのは大事なあれですから、まあ、そういうことを考えていただけるチャンスにしていただくといいかと思います。あとですね、ちょっとあのロケーションズ、もしあのこれから買いたいなとか買い替えたいなとか、それからリバースモゲージのことを知りたいなとかっていう方がいらっしゃると思うので、はい、久美子さん、または久美子さん そのチームに、はい、あのご連絡をしたいときはどういうところに、あの、はいはい、雑誌にもいろいろ出してるんですけど、はい、そうですよね電話は 808-371-0711、 いつでも電話出られますので、はい、あとはメール、あのそのまま名前です、クミコドットバーンズ、はい、アットロケーションサワイドットコム、日本語でも E メール大丈夫ですので、わかりました、はい、ありがとうございます。あとは LINE とか、日本の方に LINE って言われるんですけど LINE はあんまりやないですか、あまり慣れてないのでなるほど、はい、ただあのこの仕事してるとね、はい、あの書いてやり取りするってすごく大事なんですね。必ず後でやそんなの聞いてないとか、あ、そうですよね、はい、はい、言われてないとか、うん、じゃあやっぱりあの LINE とかそういう携帯でやるよりはメールに残しておいて、日にちとあれがきちんと残ってるっていうのが大事ですね。はい、あともう一言なんですけれど、これからじゃ あのリアルターみたいなあのライセンスを勉強してなってみたいなんていう方もいらっしゃると思うんですが、そういう方に何かアドバイスみたいなのありますか？そうですね、あのもちろんあの英語でテスト取らなくちゃいけないんですけど、はい、あの学校のテストを通って、それからハワイ州のテストを取らなくちゃいけないんですけど、日本の方はもう算数がすごい得意なので、はい、半分が計算問題、半分が法律問題ですね、リーガルの問題があるんです。で、リーガルの方は問題集を買って丸暗記でもいいですから、あの英語でねリーガルやるの大変ですから、はい、それはもう丸暗記でいいですから、ちゃんと勉強してください、はい、それからあのすぐには収入につながりませんので、はいはい、それはバブルじゃないですから、はい、それではお時間が来たようです。今日はロケーションズのバーンズ久美子さんにハワイのいろいろな不動産のお話を伺いました。ありがとうございました。次回の放送はムーフォージャパンの竹林敦さん、焼きそばおじさんと呼ばれている方なんですが、お招きしていますのでお楽しみください。Okay, we are out of time. Thank you, Ms. Kumiko Barnes. I am Yukari Kunise. This is Konnichiwa Hawaii on Think Tech Hawaii, talking with Kumiko Barnes, partner of Locations. Thank you for watching. And next week, next time, we will invite Atsushi Takebayashi, Move for Japan. And stay tuned. Thank you for watching.